いやというわけだね。というわけ、不思議ミステリークラブでございまして、はいはい、こちら七不思議チャンネルの方でお越しいただきました、はい、ちびる松村君がですね、ちょっと延長戦という形 で、 そうですね、お話をいろいろと聞かせていただきたいんですけど も、 もう聞きたいこと僕いっぱいありますもん。あ、本当ですか。はい、聞きたいこといっぱいある。所得とかいろいろ。すいません、下水ですね。こんなんいきなり聞くのもあれですけど、はい、ちびる君って、はい、何者なんですか。面接みたいな。自分とは何者、面接みたいな。これ、あ、僕は、はい、グラフィックデザインを、はいはいはい、しながら、はい、階段をする、うん、階段師です。新しい縛りですよ。縛りというか職業ですよね。だから俺一発目の出会いが、はい、出会いの場も変やったから。どこだったの。どういうこと。出会いの場が変だったの。階段をその日お客さんの前で階段をするって初めてやな、ね、あのね、はい、そうですそうです。おしどくんってね、あ、おしどくんがお客さんの前で階段をやりますって言って、はい、なんかこうスペースみたいな場所を借りてね、うん、でやりますっつって、うん、で一人でやるのもあれやからっていうので、うん、ゲストで呼ばれたのがちびるくん、俺、うん、早瀬やったんですよ。へえ、いいメンツ揃うよなと思ったんですけど、いいね。豪華じゃないですか。だからデビュー戦から、はい、まあ、小さい小屋ですけ ど、 お客さんね、はいはい、そうですね、満員で、でそこで僕初めてちびるくんとね、あ、出会って、で、うん、早瀬に紹介してもらったんですよ、うんうん、ちびる君っていう、うん、回覧誌で、うん、若いんですよみたいな、うん、でその時に聞いたのが、うん、いや、どこどこで勤めててみたいな、はい、そういう金の話しか早瀬からされなかったんで、それはやっぱ関係になりますからね。、はい、で、はい、っていう彼ですみたいな紹介されてて、、はい、そうなんやって思いながら、はい、まあ、なんかちょいちょいかぶったりとか、うん、初耳階段も一回来ていただいてね、うん、あ、まだその最初の頃の時みたいなね。そうそうそう、で、その時とかもこうすれ違って、すれ違いましたね。そうそう、で、この前、久々にね、仕事一緒になって、うん、はいはいはい、で話したんですけど、はい、なんか話してもね、やっぱりこう不思議な感じがするんですよ。あ、本当ですか。なんか怪談師へ向かっていくその流れっていうのはどういう感じになったんですか。大阪で働いていた時に、会社が特別にちょっとラジオ番組を企画してまして、はいはいはい、でそのオムニバス形式の番組で、はいはい、いろんなプランナーの方がいろんな番組をこう連続でやるみたいな、うんうん、その中にちびる松村が話す怖い話っていう感じの、うん、確かタイトルの番組が僕に無許可で企画されていて、で勝手に、そう、ただ僕がデザインの作業中にずっと階段を聞いてるのはみんな知ってたんで、はい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 、階段好きやろと、好きやったら喋れるやろと思ってるやろみたいな話 で、はい、でこういう企画考えたんだけどみたいな、で、お前の名前はちびる松村だって言われて、僕はちびる松村なんですか。そこでついた名前なんですか。勝手につけられた。そうです、そうです。自分から言い出したわけじゃないの。そうです、そうです。でもなんかいいなと思って、なんかお前から一番距離があるみたいな、なんか僕と距離あるじゃないですか、ちびる松村って。僕ちびる松村感ないじゃないですか。ない、全然ない。なんかお前がかっこいい名前つけてるとムカつくからみたいな、なんかそんなって思って。でも分かる気がする、ちびる、そんなに入んもんね、なんか、はいはい、なんかでも入ってくる感じはあるわ、うん、いや、そうなんですよ。でもまあいいなと僕も思ったので、うん、でそこで階段をちょっと何本か話させていただいて、でそこから社内で階段師とユニークネームで呼ばれ出して、はい、プレゼンの場でも、うん、お客さんの前で、この人怪談師ですって言われたんですけども、僕がやったのラジオ一本だったんで、はい、僕は怪談師にすごいリスペクトがあったんですよ、はい、なるほど。イベントやったりとかテレビ出たりとかして、はいはい、でこれで怪談師に名乗るのはすごいおこがましいというか、はい、そういうのがあったんで、既成事実作らなきゃと思って、うん、本当に怪談師になるために、うん、でそれで賞レース、大阪の賞レースに出て、で大コア、大コアです、大コアに出て、で大コア帯同に出て、はい、で2018か19かだったんですけど、うん、出て一発で負けて、うん、でそこで負けたんですけど、負けたんだけども意外と好評でして、ほうほう、でそこでアプス修正さんっていう方がゲストかなんかの、はい、審査員ではないんですけどゲストみたいな感じでいて、はい、で負けてちょっと落ち込んでたら、うん、渋い声が聞こえてきて、でパッと見たら壁際になんかこうやってこうやってなんかチルしてる怪しいお兄さんがいて、妖精かなと思いました。君ねみたいな、精霊みたいなのがいたと。そんな可愛いもんちゃうやろ。全然ちゃうやろ。精霊、妖精君、はい、いいよって言って、いいよっつって、負けたけど君は配信じゃない、
現場だって言って言いそうやな、つーさん僕のイベントで手伝ってくれって言って、であのそっからあの一緒にちょっと大きなイベントをしたいと、はい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 、だけどちょっと人手が足りないし、うん、で君も出演させてあげるし、うん、君グラフィックデザインできるんだろうと、はいはいはい、なんかそういう制作物とか、当日の仕切りとかちょっといろいろお手伝いしてもらいたいっていうので、うん、なるほど、そこから、石川県の白峰山、はい、あの白山っていう、はいはいはい、白山っていうすごいでっかい霊山にもあった、日本三大霊山の一つの中にある白峰村っていう、もともと温泉街だったんですけども、あの国道が通ってしまって、はい、あまり泊まる方がいらっしゃらなくて、はい、でも今でも栄えてるんですけど、でそこであのもう営業を辞めてしまった旅館がありまして、うんうん、でそこを、貸し切ってオールナイト怪談会をするっていう企画を二人でこうちょっとやりだして、まあそこからちょっといろんな人手伝ってもらいながら、バスじゃあの金沢駅からバスこうつなげたりとかして、でそのイベントをご一緒させている最中にもなんかちょいちょいいろんなイベント呼ばれて、個人的にでその出ながらこう経験積みながらそこも出て、で結構大成功みたいになって、でそこからこう自信がついたんでいろんなところに、あまあ僕出ますんで、はい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 、営業じゃないですけども仲良くさせていただいたりとかして、でいろんなこうポンポンポンっていって、で一気にガッと上がったのは田中俊之さんっていう方が、はいはいはい、あの分かるところで、ね、その方がですね、はい、僕ずっと結構長い間会ってなかったんですけども、はい、埼京線の、結構東京で結構60、はい、なんか30人ぐらいで戦うみたいな時に、はい、あのご一緒させていただいて、はいはい、でそこで終わった後に一緒に飯行こうやって仲良くなった時に、うんうん、田中さんがその時子供部屋おじさんされてたんですよ、はい、ですけど、東京のお仕事がすごい多くなったから、はい、あのサテライトオフィス的なやつが欲しいと、はい、だ東京にお家が欲しいんだって言って、うん、しびれくん東京住んでんやろみたいな、うん、であの俺家探したいから考えてって言われて、でえ考えてってなって意味が分かんない、だから怖いですよ、でも先輩やし、はい、やばいですよね、持ちかけるレジェンドじゃないですか、すごい、まあまあまあ、だからね、考えなと思って、でいろいろちょっとだから場所のなんかどういう、まあまあまあ、もう少しこう具体的な教えてくれないと分かんないですって言ったら、まあ、東京と大阪こう行き来するから新幹線近い方がいいとか、まあ、新幹線近い方がいいし、はい、あと、仕事が新宿とか、はい、池袋渋谷とかそこら辺があるから、まあまあね、そこら辺のアクセスもいいところがいいってなって、で3万でって言われたんですよ、3万破格じゃねえか、3万でそれってなって、ちゃくちゃやで、ちょっと探してみますって言って、はい、スーモで、はい、バーって検索して、はい、でその時にあったんですけど、やっぱりトイレがなかったり風呂なかったり、本当に築70年とか60年とかそんなのになりますって言ったら、全然ええでってなったんで、5個ぐらいリスト送ったんですよ、5個もあったんですね、いろいろそうです、結構郊外だったりとか駅とかです、いろいろなった中で1個だけマジで僕の近所のところに、はい、もう1個あったんですけど、そこが、はい、ちょうど最近新しくしたところ で、はいはいはい、でそこを住倉カオスさんと僕と田中さんでこう見に行ったら、はい、もう即決で田中さんここがいいっすね、ちょっとオーバーした3万3000円だったんですけど、はいはいはい、3000円オーバーしてて、でトイレ共同で風呂は銭湯がすぐそばにある、はい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 、で6畳2間ぐらいで広いんですよ、でここで畳も綺麗でここがいいってなって、ですぐ不動産屋さん行って、うん、で借りに行って、でまあ田中さんが職業オカルトコレクターで書こうとして、カオさんがこう止めて、タレントですって大人がやっぱり止めないタレントですって言って、でお住まいになられて、で近所になったんでよく遊べなった、はい、そしたら、なるほど、そしたら田中さんが結構いろんなところにA であいつっつって紹介してくれて、そうそうそう、トッシーに言ってた、そうトッシーが紹介してくれて、でトッシユキさんが紹介することってなかなかないらしくて、はいはいはい、だから番組の人もびっくりして誘ってみるみたいな感じが多かったです、うん、だってあれですよね、僕ムー読んでるんですけど、うん、はい、田中さんと一緒になんかバックナンバー読むとかやりましたよね、やってますよね、やりました、紙面で僕何回か見てましたもん、はい、普通に宇宙人の格好をして、はいはいはい、全身銀タイツでカツラかぶって、はい、
あのムーブって言って、はい、ムーの部活ってあの、はいはいはい、ムーのバックナンバーを読んで、ね、みんなに説明するっていう、はい、いうやつをや僕はそのイメージが一番強いですよ。なるほど、チビルくんといえばあーすげえと思ってやってる面白そうみたいな、はい、めちゃくちゃいい企画ですよね。でトッシーは多分チビルくんと友達になりたかったんでしょうね。好きなんだろう、ね、好きやと思う好きやと思うだからそれの口実として家探してやっ、ね、はい、だから入りがわけわかんなかったで、そうそう、でね、面倒くさいこともやってくれるやろうと思って、うん、でああいうタイプの人ってやっぱ世話してくれそうな、うん、あの年下のやつを好きになるんで、はい、そうなんです、友達そういうもんなんです、はい、ね、俺もそうでしょ、俺もそうでしょよくのみで説明した場合近くてどうこう、そうそうそう、だって入りがまず俺が住むところ考えてだからね、いやそうそう、めちゃくちゃですよこの入りなんてものは、うん、でもそっからトッシーとねこう結構ね、はい、してもらってたね、そうですね、それはすごくいいことだったからね、そうですね、それで結構あのいろんな番組でさせていただいて、ムーの実績も良かったと思います、はい、うんうん、いやそうですよね、あれが結構説得力になるじゃないですか、ね、そうですね、あの雑誌が歴史もありますからね、うん、はい、で結構そっからバッて仕事増えて、あの月7本とか8本とか、うん、すごいすごい、去年とかは結構いただいて、なるほど、でそれで結構ぐん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 といろんなところ出す、だからもうぐんぐん出てる、いろんなね、うん、ところでやっぱちびるくんの名前聞くんで、うん、で一回このねチャンネル来てほしい、もちろんもちろん、だから俺もなんかでお会いできればなと思ってましたけど、本当、はい、こういう機会があって、ちびるくんとキネくんの名前よく聞くんですよ。あ、はい、なんか、そう、でキネ君は俺前から知ってたんで、連絡先も知ってて、だからちびる君はちょっと狙ってました僕は。あ、実は、そう、仲良くなるタイミングを。ああ、これね。そう、こうなんかで一緒になるきっかけがねあるとね。そうそうそう。すぐ懐入ってきますから。おじさんすぐ行けるなと思った時にね。そう、じゃすぐ連絡先交換してね。飯行こうやつってね。そうなんですよ。ね、今後もねよろしくお願いしますということなんですけども、ちょっとですね、まあ一応怪談チャンネルなんで、はいはい、怖い話なんか一本いただきたいなと思ってるんですけども、はいはい、不思議な話ばっかしおるのよ。いや怪談で迷いよね。やっぱね、いろんな引き出しありそうだから。じゃあ一本。そうですね、変な話なんですけど、結構僕が不思議な話が面白いなっていうか、うん、はいはい、現象に入るきっかけになった話が、東京で、まあ、同い年ぐらいで働かれてる高木さんっていう男性の方がいらっしゃる、はい、仮名ですよ完全に、はいはい、高木さんが小学校の時に体験した話で、うん、佐藤くんっていうちょっと何ですかね、いじめられっ子ではないんですけど、あんまり人から懐かれないみたいな、要はなんかちょっと話盛るというか、生きり癖があるというか、そういうのでちょっと孤立してるけど、まあ混ざったりとかもして離れたりする。だからめっちゃ親友とかグループには属してないみたいな子がいらっしゃった、うん、なるほど、いらっしゃったんですよ。である時高木さんが休み時間、長休みの時にこう教室に帰ってくると、その佐藤君の周りに人だかりができてるんですよ、男子も女子も、うんうんうん、そのことめったにない、はい、だからどういうことだろうと思ってこう近づいてって覗いてみたら、うん、デジカメみたいなの持ってて、で要はなんかお父さんがもともと使ってたデジカメを、うん、もらったと、うん、でそれで、佐藤くんは心霊写真を撮ったんだって言ってみんなに見せてるんですよ。へえ、とある廃屋みたいなところに入って、うん、でそこで撮った写真なんですけども、オーブ、はいはい、オーブですけども、オーブっていろんな説があって、まあ埃が反射したんじゃないかとか、うん、水分がなんたらかんたら、はい、ですけど小学生なんでもうめちゃくちゃ盛り上がって、うんうんうん、もう教室中もう大フィーバー、すごい、お前すごいなみたいになって、うん、でそれがちょっと気に食わなかったというか、うん、まあ、小学生ですからね、ちょっと嫌だなと思ったんで、うんうんうん、脈絡ないんですけども、お前それ嘘の写真だろって言ったんですよ、うん、心霊写真イコール嘘の写真、うん、佐藤お前嘘ついて人気者になろうとしてんじゃないかみたいな言ってるんですけども、うんうん、佐藤くんもこう今人だかり出てヒーローなんで、うん、ちょっと気大きくなってて、うん、いやその嘘じゃないと、なんなら同じ場所で今日も取ってきてやるよって言ったんですよ。でこう閉めたと思って、うん、高木くんはじゃあ俺たちもついてくから俺らの目の前で取れと、うん、で放課後高木くんと、高木くんの友達2人、はいはい、3人と佐藤くん4人で、学校からこう出て、で通学路がちょっと外れたとこに確かに廃屋はあったんですよ、うん、ただ、廃墟、幽霊屋敷っていう見た目というよりは、取り壊し途中のお家みたいな感じ。あ、なるほど。でなぜか工事は今はやってない、うん、ですけどなんか壁剥がれてるとこあったりとか窓ガラス外されてたりとかして、うん、でちょっと危なそうな感じなんですよ、うん、で
ここ入んのかなと思ったんですけど、佐藤くんスタスタスタって中入ってくんで、うん、はい、高木くんたちもシャーなしこうバババって入ってくるじゃないですか。でここの2階で、2階にはあの1階は家具ないんですけど、2階には家具が残ってて、うん、はいはい、でそこで写真を撮るとさっきの写真が撮れるんだって言うんですよ。でええー、ってなってここ近づいてって、見たら、嘘ついてんなと思ったらしいんですよ。というのも、うんうん、あの階段がない、階段がおそらくあっただろうみたいな場所、はい、窓上に穴が開いてて、はい、でなんかこうちょっと木の質感が変わってる、はいはい、おそらくここに階段があっただろうみたいなところの階段が取り壊されて、うん、なんかもうない状態だったらしいんですよ、はいはい、ですけど階段ないやんけって言ったら、うん、佐藤君はちょっとはみたいな感じ、なんかこうコミュニケーション成り立つんでとかんみたいな感じで、うん、いや階段あるけどって言って、あの高木さんと友達2人3人の目の前で、あの空中をパントマイムみたいにこう登ってったんですよ、でそのまま2階に上がってって、うん、で2階でピッカシャピッカシャって音がして取れたって叫んで、うん、また何もない空間を降りてきて、うん、でホラーっつって心霊写真みたいなオーブの写真を見せてくるんですけど、うん、いやじゃない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 、そこじゃない、階段ないやんみたいなことがあって、うん、でもわちゃわちゃしてそのまま帰ったらしいんですよ、うん、でそれから中学生になった時にそれを思い出して、で中学校繰り上がりらしいんですけど、思い出して、で別のクラスにいた佐藤君のところまで友達、その時の友達と一緒に行って、あの時の記憶が正しいかどうかこう確認しに行ったんですよ。たらやっぱり佐藤君は普通に木の階段があったから普通に登ったと、ですけどやっぱり他の3人は何もなかったように見えたっていうことがありまして、何これ。で、まだこれは僕はこれで不思議ですよねで終わったんですけど、いろんなところで話してると、キネさんとかも言ってたの、さっきのキネさんとか、あと建築家の和田さんとか言ったんですけど、取り壊す時に、まあでも普通に考えたらそうなんですけど、2階に荷物残した状態で階段取り壊さないと、で階段取り壊すはあると、うん、ですけど2階に荷物残したら普通に下ろせないから、そうですね、取り壊さないよって話をしてて、でそれ不思議だなっていう話と、別の人の話で、九州の事件があった、お家、2階でちょっと殺人事件が起きて、でそのテープ貼った状態で、今から20年ぐらい前らしいんですけど、テープ貼った状態で残ってて、で九州のヤンキーとかが肝試しに行く場所があったらしいんですよ、うん、はい、でそこに行ってみたら、あの2階に行けないように階段取り壊されたらしくて、事件が起きた場所に行けないように、はい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 、だからなんかそこら辺だから、あの何か、やむを得ない理由があったから家具を下ろす前に階段を取り壊したんじゃないかと、行かせないと行けないようにするため、そこで、登れた人と、の見えた人と見えない人、うん、階段が見えた人と見えない人が、そこをなんとかこう理由がつながってくるんじゃないかなと思う。知りたい、なんでかこれ。いやこれは分かんないんですよ。ねえ、分からないですよ。3人見えなかったんですよね。何人見えなかった？1人だけが見えたというか、普通にあるものとして使ってる。そう、階段あるしみたいな。あるしみたいな、うん。その子はその家のこと、その家と何か。いや関係は特にないです。関係はないです、ね。関係はないです。多分普通に見つけただけだと思います。写真撮ろうと思って。なんだこれ。でも登れてるってことは物質がないと無理や。無理。だから。だから現実的、うん、何が現実か分かんないですけど、そこまで来る、ね、そうですね、子供向けで見えないとかかもしれないし、本当はあるけどもその人たちには見えなかったと、うん、とか、めちゃくちゃファンタジーな考察すると、時間が変わるみたいなのあるじゃないですか、なんか、うん、昔あったお家が見えるみたいな、はい、ありますね、東京でもなんかお墓の中にある大きな火事になった五重塔が、うん、もう焼けて取り壊されてんだけども、あるお坊さんが立派な五重塔がありますねって言って話したら、うん、いやそんなもう取り壊してないですよって言って、うん、昔の塔を見たみたいな、なるほど、階段があるんで、佐藤君だけ過去に行ってたみたいな、家具もなかったんじゃないかとか、やるとされているものってことね。その家自体がもう何だったんだろうっていうところまずなってくる、根源的なところ行ってしまうと。そうなんですよ。でもなんか別に事件とかないな、その噂とかなくて、多分普通に取り壊し途中のお家だった。なんやろ。佐藤君自身は霊感子なんですかね。そんなではないと思います。でも話盛り
まあそんなでもないと思います。まあでも話盛りだとしても実際それを目の前でね、仮に何かを閉じ込めたりとか、何かを祀ってるか分かんないですけど、2階で、はい、でその何かこう封じ込められたりしているものに見染められたというか、こいつと波長があったものにしかそこ行けないような何かの可能性もあるじゃないですか、はい、でも俺が一個気になるのって、物質がないと無理じゃないですか、はい、そこ、はい、でそこが解消されないと、まあね、進めない俺。オーブはどうでもよくなって、ね、オーブどうでもいい、どうでもいい。ただあのお化けって結構物理的に干渉してくるじゃないですか、首絞めたりとか、はい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 、あの引っ張ったりとか、ね、腕つかんだりとか、うん、だからあのつくも神じゃないですけど、はいはいはい、その物質に神様が宿ったか霊魂が宿ったのが、うん、霊体となった時にそれがあの元々階段の霊だったら階段として利用できるっていう新しい説が、不思議ですよね。だからそのつくも神っていうと大体物イコールと思うから、まあうね、ってなると、まあでもそうやったら家自体っていうものに魂が宿って、うん、宿るってことももちろんあるって考えると、そうなのかなと、ね、家自体の可能性あるね、まあでもその子だけに見えたっていうところは不思議であったりはしますけれども、はい、いやこんな気持ちになるんですよ。不思議な面白い話ですわ。そうなんですよ、めちゃくちゃありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、すごいいい話でした。ということで、はいはい、またちょっとね、来てください、遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。というところで今回のゲストはちびる松村くんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。